それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO!いっぱいじゃねえか、これが。なあ、信彦、お前、京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200は、よほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだから、必要以上に振り回しすぎる嫌いが、うまいことはうまいんだが、効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言って京子はモチベーションで走る感覚派だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。労働塾にだって勝ってるんだぞ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが転送されてる。お横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやった頃と見られる。8200がパワーアップして、マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の立候補は5の地、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロール。どっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃ。両親には言うんじゃないぞ。クソだね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていう、このちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろう。どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろう、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃん。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利なんだが、プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白かった。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブト。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるのか、全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていること、今日は集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほど、ドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。
そう。のぞいこ。気をつけなさい。まさかそこまで。なに？スターリン。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかったぜ。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さ、何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いというか、ウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか、分かったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは最低はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアガになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールが近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン。軽い車体は軸重が小さく、粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば立行も制動もできない。全くの無防備になるんだ。置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あって、おまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。やだ、行かないで。もっと続けたいよ。悪くないの。ただよ、俺は先に行くぜ。ダーリン。1200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、5000系は？
おい、京子は？ 515R はどうしたんだ？それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？わあ、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。